所さんの職員の方に今お話聞きますと、現場に対応した人しかわからないですね。非常に貴重な情報なんですね。ですから、まあ、うちも今これから本当に皆さんに防災計画を作るわけですから、経済的な部分とか人家の部分とか、そちらを集中的にも直していかなきゃいけないということにそう思うと思いまして、で5月9日には生活再建、産業復興、インフラ復興、この3分野を中心とした青森県復興プランというのをまさに出しまして、災害査定のすぐ受け入れる体制を取ることができました。また私どもの場合は観光の話でございましたが、新幹線開業して予約が 200% と終わる